リエージュ市教領。リエージュ市教領は、現在のベルギーに存在した神聖ローマ帝国の、両方。帝国北西部のニーダーラインイコールバストファーレン、帝国クライスに位置し、現在のベルギーのリエージュ州の大部分トリンブルフ州、および、周辺の飛び地を含んだ部分から構成されていた。州都は、リエージュであり、ドイツ語では、ラーティッシュ、オランダ語では、ルイックと呼ばれていた。 リエージュ司教は10世紀に、すでに、リエージュの教区の一部であったユイに対し、世俗的な支配権を得た。その後、司教区は次々と支配権を拡大していき、1096年には、ヴィヨン領主領、1678年に、フランスに割上されたを、1366年には、ローノ博領を、を、1568年にはゲモランだ。 ベールと近くのホールネファク領を獲得した。ディエージュ司教領は、ネーデルラント17州や、南ネーデルラントの一部ではなかったが、16世紀以降、マルク家の支配のもと、ブルゴーニュ公爵そして後に、ハプスブルク家からの影響を強く受けた。司教領は、フランス革命軍の征服により1795年に解体された。その領土は3つの県に分けられ、 ムーズイコールワンフェリユール県、ウルト県、サンブルイコールエイコール、ムーズ県、となった。市況領の重要な都市、フランス語、として、以下の都市が存在した。シャトレ、シネエ、クーバン、ディナン、ホススラビユ、ユイ、リエージュ、チュアン、ベルビエ、ビゼ、バレム、ベランガン、ビルゼン、ボール、グロン、ブレー、アモン、ハッセルド、アッセル、ヘルクドスタット、マーセーク、 ピール、シントイコールトロイデン、サンイコールトロン、ストッケン、トンヘレン。マーストリヒトは、リエージュ司教領とブラバント公、後には、ネーデルラント連邦共和国議会の両方の支配を受けた。この司教区の当初の領域は、キウイタス・トゥングロールムと一致しており、その首都は、リエージュの北方にあるトンヘレンであった。トンヘレン司教区は、 も元々トリーア主教区とケルン主教区の一部であったが、四世紀前半に自立した組織となった。北はユトレヒト主教区に接し、東はケルン主教区に接し、南にはトリーア主教区とランス主教区に接し、西にはカンブレー主教区に接していた。このようにトンヘレン主教区は、指名禁防のフランスからスタブロ、アーヘン、グラートバッハ、フェンローまで、 アントウェルペン近郊の相撲は川岸やイケレンから東連島やムール大区にわたり、従ってラテン人もゲルマン人も含んでいた。1559年に至るまでこれはほとんど変更されなかったが、1559年には四教区にあった1636個の教会区は8の大女裁官区と28の地方教区、カウンシルに編成された。 最初のトンヘレンイコール、マウストリヒトイコールリエージュ司教はセ,イセルバティウスで344年もしくは345年に任命され、リミニ地方教区カウンシルオブリミにより三百359年から360年し384年頃に死亡した406年の進行により司教区はバラバラとなり、その回復には長い時間がかかった。 おそらく六世紀に、司教座は、マーストリヒトに移った。フランク族の改修は、ファルコの下で進められた、六世紀前半。そしてそれは、セイドミティアヌス、セイ、モヌルフス、セイゴンドルフス、六世紀から七世紀に引き継がれた。セイ、モヌルフスは、マーストリヒトにあったセイセルバティウスの墓の上に、教会を建設し、これは後に、セイセルバティウスのバシリカとなった。 7世紀中は、司教は、異教徒との争いに取り組んだ。聖アマンドゥス、647年から650年及び聖リマクルス、650年から660年は、落胆のため司教の座を捨て、修道院を建設した。聖テオダルド、660年から669年は死亡し、殉教者となった。聖ランベルト、ランベール、 669年から700年は、アルデンヌ地域における異教徒の改修を完了した。705年頃、彼は当時は、レウディクス村、リカスルダカスと呼ばれていた、リエージュにお行き当中に、教会の財産を守るために、近隣の領主により殺害された。その後、彼は殉教者とされた。後継者の姓、フーベルトゥスは、彼の遺骸をリエージュに運び、 その墓の上に大聖堂を建築した。この大聖堂は後にこの都市の中心となり、その近くに司教の住居が建設された。アギルフリドゥス、アゲルフレットス、768年から784年、及びケルバルドゥス、ジャーボールドス、785年から810年は、両者ともカール大帝により司教に任命された。ハートガー、ハートガーは、 初めて司教の宮殿を建築した。ノルマン人を破った、フランコ司教、フランコは、アイルランドの詩人セドリウス・スコトゥスにより絶賛された。ステファヌス、スティーベニュース、908年から920年、リカルド、リチャード、920年から945年、フーゴー、ユーゴー、945年から947年、フロレベルト、フロリバート、 947年から958年、ラテル、ラザーは修道院出身の司教であった。作家であり、作曲家であるステファヌスは、カトリック教会で三位一体の儀式と祭礼を行った人物である。ラテルは、生涯にわたり、学問を極めた。ヘラクリウス、ハーイクリースは959年に、司教の地位につき、四つの新しい教区の教会、 一つの修道院、二つの共同教会を建築した。また、自分の司教区でも残美術として知られている芸術活動を始めた。リエージュの教会の支配領域は寄進されたり、自ら獲得することによって増加していった。ノジェ・ノートガー、972年から1008年は、司教の地位についている期間に、有意白領に対する、 世俗的な支配権を得て、彼自身が諸侯となった。この地位は、フランス革命まで彼の後継者により引き継がれた。リエージュ司教領は、理論的には神聖ローマ帝国に属していたものの、八百年近くにも、渡って事実上の独立を維持した。この事実上の独立に大きく寄与したのは、リエージュ司教の能力であり、彼らは、フランスとドイツの間の戦略的な位置にあることから、 国際政治において幾度も重要な役割を担った。この司教領の創設者であるのジェは、聖、ランベール大聖堂と司教の宮殿を再建し、ヘラクリウス、ハーイクリースにより始められた聖パウロの共同教会を完成させ、聖十字、サントクワと聖堂に、聖インツデニスの二つの共同教会の説を進め、福音記者、ヨハネの教会も建設した。このは、 都市の教区の組織を強化した。彼は万礼節の習慣を広めた最初の一人であった。この万礼節はこの司教領で正式の祭礼とされた。しかし、ノジェの統治下でヘラクリウスの業績が引き継がれ、リエージュの教育制度は発展した。これは、これら二人の司教とワゾン、ワゾンによる貢献が大きい。リエージュは一世紀以上もの間、 国々の中で決して到達できないほどの科学的な地位を占めた。リエージュの学校は実際にその期間文学的な点に焦点が当てられていた。バルデリック・ド・オローツ、ボルデリック・デルズ、1008年から1018年、ウォルボドン、ウルバドン、1018年から1021年、デューラン・ダーンド、1021年から1025年、レジナール・レイジナー、 1025年から1038年、ニタール、ニータード、1038年から1042年、ワズオン、デオダン、ティーデューン、1048年から75年は、ノジェの遺産を一生懸命維持した。これらの学校は、多くの優秀な学者を輩出し、ステファヌス10世とニコラウス2世のような、カトリック教会の教皇も送り出した。司教区は、 パリ大学にも多くの博士を送り出した。ギオーム・ド・サンイコールティエリー、ギオム・デ・セインツ、ティエリー、リエージュのジェラール、ジャーハード・デ・リージおよびゴド・フロワド、フォンテーヌ、ゴド・フリー・デ・フォンテインズである。リエージュのアルジェ、アルジェ・オブリーチ、1五5 5年から1三3 1年は、その時代における著名な知識人であり、リエージュのセイバルトロマイ協会の女裁に任命され、最終的には、 クリューニーの修道院へ退いた。アンディ・ドベルダン、アンディ・デベルダン、1075年の1091年の知性に戦争回避と神の平和運動の強化を目的として裁判所、トライビューネル・デール・エーペイが創設された。オトベール、オット・オバート、1091年から1119年は国土の拡大を行った。彼はハインディ4世に忠実であり、 ハインリヒ四世は彼の客人として死去した。アンディドナミュール、アンディデナムーは1119年から1121年は非合の死を遂げたことで殉教者として崇拝されるようになった。アレクサンドル・フォン・ユーリヒ1128年から1134年の知世の間にリエージュに教皇インノケンティウスに生。 新聖ローマ帝国皇帝ロタンアール三世用予備生ベルナルドゥスの三人が訪れた。ルドルフ・フォン・チェイリンゲンについては、ベギン修道会の創設で名を残した、ランウェル,ル・ルイコール・ベーグによる、説教の中で研究されている。アルベロニッス・セイドル・バン、アルバラン、アイ・デル・ボンは1191年に、リエージュ司教に選ばれた。しかし、ハイン・リヒ六世は、選挙に疑惑があるという口実を使い、 ロタールフォン・ホッホ・シュターデン、ローター・フォン・ホークスタダンに、死脅威を与えた。アルベロンの選挙結果は強行により認められたが、1192年に、ランスにおいて3人のドイツ騎士に暗殺され、皇帝が、この暗殺に関与していると考えられており、この犠牲者は成人に加えられた。1195年、アルベール・ド・キュイク、アルバート・デク・クウィック、1195年から1200年、は、 リエージュの人々の特権を式に認めた。12世紀には大聖堂の参事会は司教との関係において重要な位置を占め、この国の歴史において重要な役割を果たした。上流階級と下層階級の間の争いは司教がしばしば介入したが、13世紀14世紀を通じて拡大し、15世紀には最高潮に達して、 司教都市の略奪と破壊が行われた。ロベールド・トゥロット、ラングル、ロバート・デ・ソーラット、1240年から1246年の治世に、リエージュのコルニオン、コーニランの修道所である聖ジュリアーヌは、神の啓示により、生産のパンの祭礼を行うことべきだと進言した。いくらかのためらいがあったが、司教はこの考えを採用し、特別の儀式が行われた。しかし、 司教の死によりこれを制度化させることはできなかった。この制定は、リエージュのドミニコ会の前修道院次長ユーグド・と3、イコールシェール、ユーグデ・セインツシェアが、ローマ教皇の施設として、リエージュに戻ってくるまで待つことになった。この人物は、1252年ユーグはこの祭礼を、彼の施設の権限により、義務の一つとした。ジャンド、トロワ、ジーンデトロワは、 リエージュでの副司祭の後、教皇に選ばれ、ウルバノス四世、全教会に、生体の祝日の儀式を行うことを奨励した。リエージュにおける他の副司祭は、グレゴリウス十世の名の教皇の下で、地位にふさわしくないハインリヒ・ホン・ゲルデルン、ハインリヒ・ホン・ゲルダーン、1247年から1274年、を退位させた。アドルフ二世、ドラマルク、アドルフ・イー・デール・エー・マーク、 1313 13年から1344年の治世、1316年に署名されたフェクセ和平条約により、司教とその親民の関係が調整された。それにもかかわらず、内輪もめは継続し、アルノー・ファン・ホルン、アーノルド・ファン・ホーン、1378年から1389年、司教が国民政党の勝利により選ばれた。 1366年ルーン白領は現在のリンブルフ州の大部分を含む死境領に併合された。ルイド・ドブルボン、ルイデ・デブルボン、1456年の1482年は死境領の獲得を狙っていたブルゴーニュ公の政治的な陰謀により死境位についた。シャルルトシ進行による1466年のディナンの破壊と1468年のリエージュの 破壊は、死去領にける、民主主義の優勢を集結させた。1540年代に、カール5世により、ネーデルラント17州ができ、非公式にであるが、死去領を支配した。エラールドラマルク、エロードデール・エーマーク、1505年から1538年の知性は回復の期間であった。彼は、見識ある芸術の保護者であった。 宗教改革に対する抵抗を行ったのも彼であり、彼の後継者もそれを引き継いだ。その宗教改革に対する抵抗で有名なのは、ジェラールド・グルスベーク、ジャーハード・デ・グロスビーク、1564年から1580年である。この宗教改革に対する抵抗を助けるために、教皇パウルス4世は1550年5月12日の大直所である。 スーパー・ニーベル氏により、定置諸国に新たな支教領を設立した。この変更は、リエージュ主教領の財政に大きく影響を及ぼした。たくさんの教区が、ルールモン、ルーモント、ボワルデュク、ボワル、ドゥック、現在のスヘルトヘンボス、エス・ハート・ジェンボッシュ、ナミュール支教領全体や、メヘレンやアントウェルペンの資料の一部を形成するために、引き抜かれた。 それによりリエージュの大聖堂三次会長領は十三、まで減少した。十七世紀の司教のほとんどは外国人であり、そのほとんどが複数の司教区を統治した。彼らの頻繁な不在は、シルー、チルーとグリニュー、グリグヌーの両領地に自由裁量を与えることとなった。これはマクシミリアン・ハインリッヒ・ホンバイエルン、バイエルンコ・アルブレヒト六世の子、ケルン大司教。 1650年から1688年の1681年の直令により停止された。18世紀の中頃、フランスの百科全書派の考えはリエージュにおいても受け入れ始められていた。フランスはシャルルド・フェルブルック、フランスはチャールズ・デ・ベルブルック、1772年から1784年は、それらが広まることを奨励し、これがリエージュ革命。 レボリューションリージオイズにつながった。セザールイコールコンスタンタンイコール、フランスワファン・フンスブルク、CSR コンスタンティン、フレンスワデホーンズブロック、1781年から1792年の先制統治に対する反対運動が、1789年のリエージュ革命に発展した。1791年はめ、 この革命は新生ローマ帝国軍により鎮圧された。最終的に司教領はフランスに併合され、他のベルギーの州と同じ運命をたどった。司教区は革命を生き延び、1801年にナポレオンと教皇ピウス7世の間のコンコルダートにおいても確認された。新たな司教区は1802年4月10日に設立され、 ウルト県及びムーズ・インフェリュール県に加え、フォレ県、フランス語、フォー・デパートモンのいくつかの教区を含んでいた。1818 18年には、プロイセンへの活動によりいくつかのお合理を失った。ネーデルラント連合王国の成立後、司教区は、リエージュとリンブルフより構成された。1838年5月6日、ファン・ボメル司教、MGR ・バン・ボメルは、 リエージュ司教区を二つの司教区に分割した。1839年、司教区はリンブルフの教区を失った。ここには1967年にオランダ語を話す、人々により新たなハッセルとホッセルと教区が創立された。現在のリエージュ司教区はメヘレンイコールブルッセル大司教区に属しており、543人の司祭による525の教区、パリッシュからなり、 2003年時点で102万3506人の人口を持つ、そのほとんどがフランス語を話す、ワロン人でドイツ語を話す、ドイツ人は少数派である。現在市教区の領域はリエージュ州と同一である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。